今週出たテレビの視聴者からの感想、日曜日の夜オンエアの、先生教えてください。政治家との討論番組、神さんの実家のお母さんから、その時着ていた衣装の黄色いゴリラの T シャツが大不評でございます。皆さんちゃんと背広を着てるのに、なぜ婿殿だけは黄色いゴリラのイラストの描かれた T シャツなのと。あれじゃあどんなに立派なことを言ってもむしろ逆効果ですと。それが狙いじゃ。月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力。なんだろうね、心のどこかで父親や母親、まして僕お婿さんですから、その婿に入った側のお父様お母様ね、こういうお笑いとかの一番の成功形をダウンタウンでもなくビートたけしでもなく、そのまんま東だと思っている。うちの婿もいつか知事になれると思ってる。そういうとこありますよね。なんか僕の前でこう笑ってるね、このクソメガネもね、クソメガネのお母さんもなんか最終的には青島幸男になるってちょっと思ってるでしょ。どうでもいい。何ラジオの構成のスタッフからなんかどんどん成り上がって、人間万事塞翁が日の絵馬からのね、なんか最終的に都知事でこう都市博を中止にするみたいな、なんかそういうとこありますよね。なんかいつもうちの向こうは面白い面白いって言ってくれてても、最後のとこはそこなのか。クイズ番組で難しい問題に正解してるところを褒めてくれたりとか、それ政治討論番組でなんか一生懸命小難しいことを言ってることを褒めてくれて、なんでしょうね、ゴリラの T シャツは本当に気に入んなかったみたいで、次出るまで私がちゃんとスーツを買ってあげるみたいな。買えねえで着ねえんじゃねえねえ、まあお願いしますとだけ言っときましたけど、そういう機会があればお願いしますとは言っていたんですけど、難しいですよね、あちらを立てればこちらが立たずみたいな。すごく聞きたいんですけど、これをお聞きの皆さんを伊集院光を支持してくださってるこうど真ん中と考えて行動していきたいと思うんですが、今後もゴリラの T シャツで行くべきなんでしょうか、それとも僕はああいうとこには TPO に応じてそのスーツを着たりとか、もしくはカンガルーの T シャツにしたりとかですよ、フタコブラクダの T シャツにしたりとかですよ、ヒトコブラクダの T シャツにしたりとかですよ、ね、そういうなんかどうしていけばいいんですかね。なんか僕としてはあいつ一生懸命汗かきながらダムとか行ってっけどとかね、手巻き地とか言ってるけど、最終的なところでゴリラのキーゴリでしょっていう、そのイエローゴリラでしょっていう、照れ隠しっちゃ照れ隠しだし、ツッコミどころっちゃツッコミどころだし、なんだろうね、僕には学歴がございませんっていう、なんていうのかな、中卒っていうバッジよりもこう角の立たないのがもう僕の中では黄色いゴリラの T シャツだと思ったわけですよ。あとは何かな、お花の絵のシャツかな、なんかもう分かんなくなっちゃいましたね。なんだろう、横から見たさ、ゆで卵割ったみたいなチューリップのシャツか、胸にでっかく5かな、ゴリライモ、ゴリライモ、ゴリライモシャツですよね、5ですよね、よく思うんだけどさ、藤子不二雄の漫画に出てくる、キテレツに出てくる豚ゴリラとかさ、そのど根性ガエルに出てくるゴリライモっていうのはさ、なんでそんなにさ
罵倒中の罵倒みたいなあだ名を受け入れてんの。すごい乱暴者なのに受け入れた上にあのゴっていうシャツを自分で多分カラリオとかで作ってたゴリライモって、周りから普通ゴリライモって言われたら力でねじ伏せればいいじゃんそんなの、何がゴリライモだよっていう、なんだろうね、水島ヒロって呼べよっていう風に言ってもいいのに、ゴリライモに甘んじた上に自分でアイロンプリントに一旦5を、ね、そのフォトショップで作った5を、ね、一旦あのプリンターのカラリオのアイロンプリント用紙につけて当て布をしてですよ、下に座布団を引いて当て布をしてですよ、いい温度のアイロンできちんとやってですよ、来てみんなに見せてんだろうな、何なのかね、あの豚ゴリラもねえねえ豚ゴリラって言うじゃんねえ来てですねえねえ豚ゴリラって言った瞬間もうメガネとかびっちりびっしりひび入ってていいじゃん、なのにねえねえ豚ゴリラってなんだよ来てですみたいな、そこはいいんだみたいな、他のイラつくことに関してはすごい全部暴力的なのに、ジャイアンはわかるじゃん、ジャイアンはなんだろう、どっちかっていうとあのうすらデカに比べれば全然その褒めてる感が強いからジャイアンに甘んじるのはわかる、でも豚ゴリラにプラスのイメージ一個もないよね、なんかね、何なんだろうね、まあちょっと話ずれちゃいましたけど、その最近またあのもう一回、まあ、考えようと思ってる、まあ、嫌いもあるんですけどね、どうしていけばいいのかな、そういうことなんですよね、いつも聞いてますっていう人に仕事で会うことも結構増えてきたんですよ、それこそその今回本出したんでその本のお知らせを、させてもらうのにもし、取材していただけるんでしたらばみたいなのをこういろんなところに出してたら、小説スバルかなんかがインタビュー入って、何小説スバルって、俺の中ではコントに出てくる真面目な人の読む本じゃん、俺がコントを書くときにあいつ何読んでるの、小説スバルじゃんって言うんでキャラ付けですよね、ねえ分かんないけど満員電車で漫画大閲楽号を読んでやがらっていうのと満員電車で小説スバルを読んでるは対極的な、ね、おいあいつ満員電車の中で漫画大閲楽号を音読してるぞっていうだけで何の雑誌読んでんだろう、小説スバルっていうのとこう全然キャラ違うじゃないですか、ね、そういう意味でのこうそっちの代表の本の小説スバルなのに、その聞いたら、この番組をずっと昔から聞いてるんです僕っていう人で、その担当の人がこれでその、本の前の巻も読んで全然そのあのここのコーナーであの取り上げていいんですみたいなことを言ってくれるんだけど、そういうのにすごい難しいのが、小説スバルを読んでいる人にどうも伊集院光です的なその座ってますよみたいなのをなんだろうね、あの入れていくべきなのかか、その人に向けてそこでさ、なんかその小説スバルだっていうことに俺が押されたとするじゃん、すごい押されてなんかすごい素敵なこと、石平が言うようなことっていう感じのあの人もあの旗の人だよね、多分小説スバルって言ったら俺の中では石平大先生な感じがするんだけど、イラっぽくですよ、イラっぽく本名が石平なので石平とつけてみましたでおなじみの石田あのイラさんみたいな感じで、そのけだるそうにロン毛をかき上げながらですよね、なんだろう白い部屋で書きましたみたいな、そういうのを言うべきなのか、でそれを言った時にその編集者の人のお前俺ラジオ聞いてっから読んでる部分あかんねんの、そのね、そ嘘だって分かった上でちょっと載せらんねえけどねみたいなのも受けながらじゃないですか、どうしたらいいんですか、だからゴリラの背広を着ればいいんですか、じゃあ黄色いゴリラの背広を作って俺は着ればいいんですか、何黄色いゴリラの背広、何ゴリラの背広って何、じゃあゴリラ側の背広を着ればいいんですか、それでユーミンにあのゴリラを守る運動してるユーミンに何やってんだよおめえよみたいな、どうすればいいんですか、
難しいですよ。あ、だから背広とゴリラだとまだゴリラ寄りじゃないですか。普通の人は背広なのに俺はゴリラを着てきてるわけだから、だからモーニングだけどゴリラ柄のやつを着ればいいんですよね。エンビックなんだよ。見たことね、普通のトーク番組にエンビックで何の意地もないのにエンビックでこうやって立ってて、だけどそのエンビックよく見ると、エンビック真っ黒だけどよく見ると小さくゴリラが、小さいゴリラが書いてある。なんだろうね、どうすんのが正解なのかね。スクールフードパニッシュメントシースルーコミュニケーション。